どうも、皆さん、こんにちは。チャックバスです。いや、なんとですね、ニューヨーク路線のザルームの導入なんですけども、えー、私のところになんと、機材変更のね、メールが来ました。ということなんで、私はね、本当にありがたいことに、えー、12月、あ11月ね、終わりに私ニューヨークにね、ダイヤモンド修行でまた行くんですけども、ザルーム乗ることができます。いやありがたいですね。本当にありがたい。 いや、まさかね、今日のお昼ぐらいに、えー、メールが来てですね、えー、機材変更のお知らせということで、えー、なんだろうなと思って見てたらですね、えー、予約確認画面を見たらですね、座席の並びがちょっと変わっててですね、えー、右下の方に、えー、シートマップみたいなの出ますよね。そしたらなんと、ザルームのね、ザ、えー、仕様の座席に変わっておりまして、いやー嬉しい。<laughs> で、今回はね、えー、ザルームで行って、えー、帰りの帰国便も一応ね、ザルームの対象の便にはなってるんですけども、えー、まだね、アップグレード自体が、えー、申請はしてるんですけども、えー、まだね、えー、空席待ちの状態で、まあエコノミークラスの状態なんですよね、今は。ですんで、まあ、もしかしたら、えー、アップグレードでね、えー、ビジネスクラス、もしくはプレミアムエコノミーをね、えー、乗りたいなとは思ってるんですけども、ちょっと、 オールだけね確定はできたんですけども、えー、袋はね、えー、確定まだできてないっていう感じですねで今日の動画ではですね、えー、先日 出させていただいた、えー、ニューヨーク路線の、えー、日付、えー、ですね。で、それが、えー、デスクのところにね、また確認させていただいたんですけども、えー、11月便はもう確定ということで、まあ、急な経済変更がなければ、えー、このままね、あの、今出てるもので、えー、飛ぶということですので、まあ、今回はね、えー、11月と、あと12月のね、えー、と、えー、そのザ・ルームのね、 運行便も、えー、一応出ましたので、えー、こちらもね、合わせて紹介させていただいて、えー、今回の動画にさせていただこうかなっていう感じですね。まずね、東京羽田 JFK 行ってみたいと思います。えー、NH110 便、えー、羽田空港10時20分発の JFK 着が9時という便ですね。こちら、11月の8、14、19、20日、22日、 23、25、26、28、29、12月1日、2日、5日、8日、11日、13日、14日、16日、17日、19日、20日、20日ですね、22日、23日。 となっていますね。こ今言ったのが東京、羽田空港から JFK。まあ、あの、聞いていただいて分かったと思うんですけども、かなり対象、え対、ー、象の日付がね、増えました。それで私もね、対象となったわけですけども、えー、すごい増えましたよね。で、12月も結構ね、え対、ー、象の、えー、このザルームのね、え対、ー、象便、増えておりますんで、ありがたい、ありがたいっていうか、いいですね。 で、成田空港からニューヨーク。えー、成田空港16時40分発 JFK15 時10分 NH010 便、えー、11月の9日12日15日18日20日21日23日24日26日27日29日11月30日12月2日 3日、6日、9日、12日、14日、15日、17日、18日、20日、21日、23日、24日、26、27、29、30。っていう感じですね。 で、もともと成田便って、えー、前回の動画でもね、話した時にもそうだったんですけど、成田便の方が対象路線多かった、あ対象日付ですね。多かったんですよね。ですんで、さらに成田便の方が増えてる印象ですね。それではね、次に、えー、JFK 空港から東京羽田空港の路線ですね。NH109 便。えー、JFK を16時55分発の、えー、羽田空港21時10分着。 11月9日、12日、15日、18日、11月20日、21日、23、24、26、27、29、30、12月2日、3日、6日、9日、12日、14、15日、 17日、18日、20日、21日、23日、24日、26日、27日、29日、30日となっております。で、次にシャラシャラてっちゃいましょうか。次、えー、JFK、えー、成田、JFK 空港から成田空港。 で、えー、JFK が10時45分発の、えー、翌15時10分に成田空港着。NH009 便ですね。行きます。11月の8、14、19、20、22、23、25、26、28、29、12月1日、2日、5日、 8日11日13日14日16日171920日22232526282931となっております。で、 ちゃちゃっと見たところ、1月もね、もう路線出ていまして、で、こちらがね、ちょっとね、確定してるかちょっとまだわかんないんで、まあ1月以降のね、またもうちょっと様子見た方がいいかもしれないですね。で、私もそうだったんですけども、もともと私が乗る便も、えー、吸気材剤っていう案内で、おととい、えー、電話した、えー、プラチナデスクにね、聞いた時も、えー、 まだわかりませんみたいな感じで、旧機材のままですね、みたいな。でも、え、もしかしたら機材変更あるかもしれませんみたいな回答で、まあとりあえず私は放置っていうか、まあそのまま保持し続けててたら、え、今日ね、あの、機材変更のメールが来て、え、晴れてね、ザルーム確定したわけなんで、ちょっとね、まだ持ってて1月以降のね、 持ってる方は、とりあえず、えー、様子見といた方がいいかもしれないですね。ビジネスクラスの、えー、座席、もし持ってたらね、あのー、一回手放すのはちょっともったいないんで、えー、ちょっと保持し続けて様子もうちょっと見た方がいいんじゃないかなと個人的には思います。で、このザルームなんですけども、えー、座席がね、あの、前向きと、 後ろ向きっていうね、座席で分かれておりますんで、もしね、今回これで、えー、取れたよっていう方はね、あのー、よく検討して、私も後ろ向きの座席って、あの、飛行機で乗ったことがないんで、まあ、どんな感じかってのも全然分かんないし、飛行機をする人もね、もちろんね、それであるっていう方も、全然あると思うんですよね、個人的には。ちょっと私も乗ったことがないんで、後ろ向きの座席っていうのが、えー、あのー、もしね、 オーロと袋両方取れたら、ま、ぜひね、後ろ向きの座席もね、まあ、レビューしてみたいなと思うんですけども、ちょっと怖いですよね <laughs>。後ろ向きに飛んでくてよくわかんないですもんね。いつも前にこう行きますからね、後ろにいつも重力、後ろ、手が下ですかあの、重力のあれは書かれるんですけども、それが逆になるってなんか、想像もなんかちょっとしづらい感じがしますんで。まあ、ひとまず、えー、今ね、えー、もし、 11月、12月の分の、えー、ビジネスクラス持ってる方はちょっとね、あの、ANA の、えー、メールをちょっと一度確認していただいて、機材変更がね、来てないかちょっと見ていただけたらなと思います。もしかしたら、ザルームのね、対象になってるかなと思います。 まあもちろんね、ザ・ルームのその新仕様の座席はですね、あの、ザ・ルーム、ザ・スイートということで、まあ、ファースト、ビジネス両方ともね、個室になって、まあもちろん、エコノミーもプレミアムエコノミーも座席自体は、 新しくなってるんで、まあ、少しは快適にはなってると思うんですけども、まあ、一応ニューヨーク路線ね、チケット持ってる方は、まあ、一度ね、確認してみていただけたらなと思います。で、このニューヨーク路線というのは順次毎日運行に切り替わっていくんですけども、まだ今のところね、ポツポツ休気剤が入ってきておりますんで、まだそれもね、確定してないみたいなんで、それも、えー、覚えておいていただけたらなと思います。ニューヨーク路線、ザ・ルーム導入。 決まったっていうことでね、動画が出させていただきましたけども、まあ、ANA のホームページにもですね、ニューヨーク路線11月8日から導入開始っていうのをね、文言が出ておりましたんで、ちょっとこれはね、本当に楽しみに登場させていただきたいなと思う次第でございます。 えー、今回の動画はね、役に立った面白かった方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私、ブログ、ツイッターもやっておりますんで、フォローとチェックしていただければとても嬉しいです。で、私のツイッターではですね、普段の、えー、出のことから、えー、ポイントサイトの案件とかね、まあ、いろんなこと呟いてますんで、もしよかったらね、ぜひフォローとチェックしていただけたらとても嬉しいです。で、私のこの YouTube のチャンネルではですね、ANA のこと、ANA マイルに関すること、で、ANA をね、 た、ANA マイルを貯めること、あと実際にポイントサイトをね、運用して ANA マイルを貯める方法とかね、まあ、その他 <laughs> <laughs> ANA マイルを貯める方法なんかをえ動画で紹介させていただいたりしております。それ以外ですね、えマリオットボンボイの宿泊レビューえ、飛行機の登場レビュー、お得情報、クレジットカードですね、あと私の大好きな街、ニューヨークの紹介なんかもさせていただいております。えもしよかったらぜひ、チャンネル登録、お願いいたしますね。それではまた、えー、次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。